はい、おはようございます。速稼塾の久保でございます。昨日から始まりましたいい男になっていこう講座なんですけども、やっぱアラフォーからの年の差恋愛術というね本をまあお読みいただいた方もいたと思うんですけども、やっぱり40代からどのように男性がですねいい男になっていくか、これはですね結婚してても独身でも同じです。奥さんやねもしかしたら娘さんがいらっしゃったら娘さん、これをね家族を口説けとは言いませんけども、他のお父さんに比べてもうちのお父さんはかっこいいよね、おしゃれだよねとかね思わせていかないと、やっぱりなかなかね40代からの恋愛、40代から異性に気に入られるってことはなかなかないと思うんですよ。で今日はですねそのうちの一つ、おしゃれ、服装、ヘアスタイルについてちょっとフォーカスしてお伝えしたいと思います。多分これは女性の方が確かにそういうことなんだよねってうなずいていただけることが結構多いと思うんですよ。でもねまだまだ足りないところもあると思いますんで、私もおしゃれな40代を目指している、もっと言ったらおしゃれな50代になろうとしているってことでね、私も目指してるんですよっていうことをねご理解いただければと思います。さあダメな男性の考えってのはどういうことなのかなと思います。例えばですね、そこまで女性は男性の服装なんて見ていないよとかね、男性のおしゃれ度とかヘアスタイルなんて見てないよと、男性って結構こういうこと思ってるんですけども全然違うんですよね。女性はですね最も美とか若さとかおしゃれに投資をしてるんですよ。それこそメイクなんてのは10代で始めますし、おしゃれってのはもっと早く始めるんですよ。小学生ぐらいから始めていくんですよね。そういうふうな人がどういうことに意識を向けてるのか、美しさとは何なのか、若さってのはどういうふうに作っていくのかってことを真剣に毎日考えている女性から見られている男性なんだ、自分なんだっていうことを意識するとね、かなり自分のこの格好がね、だらしないなっていう風に感じるはずなんですよね。で、私は部屋の中から放送しますので適当な格好ですけども、やっぱり出かける時って結構ね、気を使うというか、結構和服も多いんですけども、ジーンズやね、それからポロシャツとか T シャツも、昨日も申し上げましたけども、割とブランド物なんですよ。ブランド物ってのはね、洗濯しても型崩れしにくくって、自分の体型をよく見せてくれるんですよね。すごく考えられたデザインなんですよ。まあですんで、やっぱり2000円とか3000円で買った T シャツとかポロシャツとは全くわけが違うっていうのは、これはね、私、使ってて本当に実感します。で、二つ目なんですけども、男性がよく感じてることの勘違いの中に、やっぱりね、外見とかね、外見とかではなくって、自分の中身さえ女性に分かってもらえれば、きっと受け止めてくれるはずだって考えちゃうんですけど、そうではないんですよね。これをね、どのように解釈するかと言いますと、やっぱり、ね、かなりね、女性は男性の格好を見ています。で、男性がどういうふうにおしゃれに気を使ってるのかってことを結構長い間覚えてますよね。そして最初の第一印象で、こっちとこっちに、恋愛対象の男性と生物学上の男とこう分けているんですよ。一番最初にですよ。だから最初に会った時に生物学上の男性って見られたらもうアウトなんですよ。もう恋愛対象には永遠にならないと思った方がいいんです。でも第一印象でこの人はもしかしたらっていうふうに思わせていると、それはいつかね恋愛に発展する可能性がある。まあそこまでいかなくてもずっと好感をね持っていただける、いい評判を広めていただけるってことになるんですよね。ここら辺でですね、もうね、男性としてはね、かなりね、背筋が寒くなるものを覚えている方もいるんではないかと思いますけども、まだまともです、そういう方は。でも、久保さん、そうは言ってもね、あまり関係ないよと。女性はそこまで男性見てないよと思うようでしたら、ちょっとね、困ったことになると思います。特に、40代から始まる恋愛ってのは、かなり不利だと思います。20代、30代で培ったものが全くない方に関しました。40代から勝負にもならないと言ってもいいぐらいですね。本当に怖いと思います。はい。そしてですね、自分の中身さえ分かってもらえれば、もう外見なんてあんまり関係ないんじゃないかなって考えてる男性。それはですね、相当中身がいい人が言えることなんですよ。相当中身に自信があるんだったら格好なんて関係ないって考えてもいいと思いますけども、私たちはね、中身についてそんなに自信がないですよね。私もそうですけども。だからせめてね、簡単にできる外見から外見から整えていく、ヘアスタイルから整えていくのはいかがかなと思うわけなんですよね。やっぱりね、見た目が悪い時点で、中身にはあんまり期待しない方がいいと思いますし、見た目が悪ければ中身にも期待していただけないんですよね。ですから自分の内面を知っていただこうと思っても、最初にそのチャンス、扉が閉ざされているっていう風に考えた方がいいかなと思います。まあ、ここまで言ってもね、男性側の意見としては、でもね、自分は服のセンスとかないんですよ、と。で、例えば店員さんにコーディネートをしてもらうのもちょっとね、苦手なんですよ、とか。で、しかも、そんなにね、服とかにお金とかかけてらんないですよ、と。そこまでして行動してね、モテようとも思ってないですよ。っていう風に考えちゃうと、結局モテない人のこれ思考なんですよ。
だから服のセンスがないんだったら服のセンスをつけるためにファッション誌のね一冊でも買ってみるみたいなことをしなければなりませんし、あの芸能人で40代とか50代の方がねどういう風な服を着てるのか、阿部寛さんがどういう服着てるのかなってことをね見てみるとか、やっぱり50代60代のモデルさんもいるわけですから、どういう風に考えてるのかなってことも大事だと思うんですよ。お、ひろこさん、おしゃれをしている男性はこちらもおしゃれをしがいがあります。それだけでキュンとします。そうですよね。やっぱりね、男性としてはどんな女性も自分を見てくれてるとかね、男性としては女性をエスコートするためにこの格好でいいのかなっていうふうに考えていくことによって、やっぱり女性に対する敬意を示すことにもなると思うんですよ。言ってみればおしゃれをしないとか見た目がねもう適当であるっていう、あんまり気を使ってないってことは女性を軽視してるっていうところにもつながると思います。クオッションも頑張って奥様にお金かけてね、もうむちゃくちゃかけますよ私はねお金はしっかりかけたいと思いますね。まあそういうふうにしてね、やっぱりどのぐらい目の前の女性に年齢を問わず、それから恋愛対象になるかならないかっていう打算もなくね、女性をお迎えするために自分はどのぐらいのね、コーディネートができているのかとか、どういうふうにお迎えする格好ができているのか、どういうふうに敬意を示しているのかってことまで考えて、おしゃれ、服装、ヘアスタイル、こういったものを意識するとかなり女性からの見方も変わると思いますし、そこまでしてくださるね男性がねモテないってことはないと思います。どうでしょうか、ここまででまとめになりますけども、今お話したことをいつも意識してる男性と全く意識してない男性、どっちがモテると思いますかって聞いたときに、間違いなくね意識してる方だっていうふうに答える男女は多いと思うんですよ。いやいや、そんなこと関係なくてチャランポランでいいんですよって、こっちの方がモテるんですよって方はあんまりいないと思います。そういう比較でですね、よりモテようとすればおしゃれ、服装、ヘアスタイル、これは無視できないってことに気づいていただければ幸いでございます。本日は以上です。ありがとうございました。